ではそのまま、セルフレスペクトインベネフィセンス、利他性における自己尊重、読んでみますね。自尊心がガーディアンにとって簡単に得られるものではない一方で、彼らは善行というのは善の行いに基づく健全な自己尊重を育むことができますと。これは善意や行為とは異なり、それは理想主義によって示される態度ですと。 SJ は自然と良い行いをする善の隣人であり、同胞を助ける方法を常に探していますと。特に食べ物、衣類、住居、交通など問題が関わるときは本当そうだと。 SJ はコミュニティや教会のボランティア活動の大部分を担っており、スカウトや赤十字社で手助けをし、病院でキャンディーストライピングや食べ物、毛布、おもちゃなどの収集配布を通じて困っている人を助けていますと。そしてガーディアンたちは、この SJ は自宅でも疲れ知らずの奉仕をします。感謝祭やホリデーディナーでは SJ のホストが、それがゲストの場合でも、食事前後に台所で働いているのが見られ、料理や片付けに気を配り、時間や食べ物の量を心配し、みんなに楽しんでもらえるようにと主張します。同時にガーディアンのホストは、少なくとも手伝いを申し出てくれるゲストがいないと少し煩わしさを感じることがありますと。もちろん他のキャラクタータイプの感謝のなさにもかかわらず、 SJ の費用で満足しているウェディングメンバーと呼ばれることも多いでしょうと。あ、なるほど、結婚式だけ呼ばれる人ってことですねおそらく、はい、他者の世話、特に若者や老人、障害のある人々、また権威のある立場にいる人々の世話はガーディアンたちの別の関心であり、彼らは伝統的なサービス業種を支えています。例えば教育、会計、秘書業務、銀行の事務員、小売販売、公務員、家事、理髪及び美容、看護など。 SJ はまた政府や軍隊での役割を自己犠牲と他者への奉仕のほぼ神聖な要素として見て、献身的な公務員となりますと。かつて彼のスタッフの文章を読み上げた際、ジョージ・ワシントンは老いた視力に対して寛容を求めました。紳士諸君、私には白髪が増えただけでなく、祖国の奉仕の中でほぼ目が見えなくなりました。そして合同参謀本部議長に任命された際のスピーチで、カーシーの見解ではガーディアンと思われるコリン・パウエル将軍はペンタゴンに掲げられている戦争前夜に祈りを捧げる兵士とその家族を描いた絵について語りました。絵の下には預言者イザヤの文書があり、主の仕事を誰がするのかという問いに対し、私を送ってくださいというシンプルな表現があります。パウエルはこの文章を、この建物で行っていくべきことの本質、それが無償の奉仕の究極の表現です、私を送ってください、うん、と語りましたなるほど、はい、ちょっと隊長に、はい、この言葉を聞かしたいと思いながら、はいはい、他者に奉仕することはガーディアンにとって非常に自然なことですが、喜んで自由に行うわけではありませんと。むしろ彼らは自分の奉仕を義務的なものとみなし、そうでないと怠け者で利己的だと考えます。ある意味では、したがって SJ の自己尊重は奉仕の義務を果たすことに基づいており、その自己尊重への最大の打撃は他者の慈悲や奉仕に依存することですと苦しそうだね。 SJ は与えてなければならず、受け手ではなく世話をする側でなければなりませんと。例えばパーティーに行くガーディアンが楽しむためにホストに手伝いをし、その片付けをすることを主張する様子が見られますと。
そして SJ は優れた思いやりのある医師や看護師になり得ますが、自分が患者の場合、彼らはしばしば不快に感じることがあると。衰弱したり病気になると SJ はしばしば不機嫌で、ケアを受けていることに戸惑いを感じ、まるで自分の義務を、怠っているかのように思えることがありますと。このパターンの一つの変化が減給に値します。休暇中、できる範囲で休暇を楽しむ。多くの場合、休暇を取ることすらしないガーディアンたちは、徹底的に自分に甘え、満足することを楽しんでいます。義務から少し離れて短い休息を取り、責任を忘れてしまい、自分をサービスしてもらい、エンターテインしてもらうことは、この働き者たちにとって最高のリクリエーションです。しかし、休暇中でも SJ は義務感を感じることがある。それは楽しむことに対する義務です。そして彼らは観光名所を見たり、ツアーに参加したり、歴史的な建物や遺跡を訪れたりと、できるだけ多くの見物を旅行に詰め込む。うん、そして写真で記録すること、うん。仕事みたいですね。楽しむっていう義務ですね。義務ですね。それには写真を撮らねばならない、うん、はい、ここに行かねばならない、行かねばならない、はい、ことが自分の義務であるかのように時間をスケジュールに組み込むでしょうと、うん、なるほど、そうですね。SJは素直に甘えられない人なんですね、うん、甘えたら価値がなくなっちゃうみたいな感じ。自分は与える側ですもんね。与える側はプライド、うん、エニアグラムでいうとタイプ2ですね、はい、はい、うん、なるほど。でもこの主の仕事を誰がするのか、うん、私を送ってくださいっていうのは、うん、NF 的にもちょっと分かりますけどね。それが多分この人たちは義務なんですよ、ね、あ、かっこいいとか、うん、そうすべきみたいな理想ではなく、うんうん、もうこれ当然かのように、うん、もうやらねばならないんですよ、私が率先してなるほど、はい、進撃の巨人で、はい、真っ先に心臓を捧げる、はい、あの飛ぶ部隊ですね、飛んで戦いに行く人たちですね、はい、捧げようですよ、心臓を捧げ、心臓を捧げようですね、はい、かー、なるほどね。僕もこれを読むとね、そんなに根性はないですね、はい、はい、まあ理想ですよね、多分二等兵の場合はこうあるのが、まあ、人としてかっこいいみたいな、なので、うん、かっこよく言いたいので、うん、私を送ってくださいは言うだろうなって思うんです、はい、一番にそれ言うのってかっこいいじゃないですか、はい、真っ先に手を挙げます、うん、私が行きましょうって、はい、一番じゃなかったらもう意味がないです、はいはい、でもこの人たちも一番じゃなくて意味なさそうですよね、我こそがですよあ、でも一番じゃなくても意味があるんでしょうね、うん、まあでもこう自分が他の人よりも絶対責任感が強いんだみたいなのはありそうじゃないですか。ありそうですね、はい、あの進撃の巨人で一番かっこいいのってリヴァイじゃないですか。はい、リヴァイ兵長、リヴァイ兵長、はい、あれ SJ ですよね。 SJ SP かな戦いに行くのが好きみたいな、まあわかんない。 SJ、 あ、まあでも人の責任を負ってする NF かもしれないですよあんなかっこいいですかね。いや、まあかっこいい、いや、かっこいいっていうのは何て言うんだろう、はい、あんなに人に厳しくなれるかな NF が。ああ、まあ厳しさで言ったら SJ です、はい、リヴァイは厳しいんですよ、はいはい、誰もしないから自分がやらねばなのかっていうか、こういうものは自分が率先してやらねばじゃないですか。なんだと思います、うん、はい、やらない人に価値がないみたいな感じで思ってるんですよ。だから人にも厳しいわけじゃないですか、うん、っていうことなのかなとも思います、はい